本日の動画は、おお、第3章か、ここで。いや、朝顔ちょこちょこ出てくんのいいな。知りすぎていた男。桐生一馬、これから処刑を執行する。処刑。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花輪んとこに連れて行け。あれから何にしたった。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが。3日か。残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる。お、銃で処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。この処刑に依存はないな。信じられません。道島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。やるしかない。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。人殺したことないんかお前、もしかして。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。どうするんや。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも。あ、ちげえわこれ。2020年ぐらいのお話だから。そんなことでどうやって現代じゃねえわ。セブンの時の裏のお話だから2020年の話だ。16年前か。五徳2は13年前って言ってたんじゃなくて。今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、ん？え？見上げたもんだよ、花は。合格だ。二人とも主任。どういうこと？すまなかったな、桐生さん。それに花輪君。試すテストみたいなこと。君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。到達点。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ桐生さんの命運もここまでのはずだった。うん。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。なら、そいつが本当か確かめる。花は、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。おお。今はやめてください。そういう冗談。まだ体が震えてます。
大道寺にしては随分甘い裁定だ。わけとは。まあ、鶴野さん。え、どういうこと？お前。近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。ほう、500億ぶら下げりゃどんな堅物だってまたが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。500億か。さんにチャンスをやるとして、桃鉄じゃねえんだぞ。あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん、もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。さすが桐生ちゃんやな。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。わかった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。おお。交渉成立っちゅうことでええやな。まあそういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。まあええやないの。まあということで一悶着は終わりましたと。住職、もしかして住職さん、私を迎えに来てくれたのか。大阪までわざわざ。ええ、無理を聞いてくださり感謝します。主任、あんたから直々に命乞いされちゃうな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。老人同士の会話ってええな。それはどうも恐れ多いことです。隠れさしといて、時間が来るまで、時間が来ても声かけないようにしといて、ジョーユー、しばらくどないしてたん？ようわからんけど、鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。ん？なんや、傷だらけやないの。はあ、少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか。その場合は追加料金やけどな。いいわ。そっちは間に合ってるか。シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それともあったし。シャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく、大げさやな。いや、マジなんだよな。大げさで悪かったな。マジなんやな。キリュウちゃんのシャワーシーンある？これもしかして。さすがにないか。ないな。後で取りに行こう。ほい、到着や。おまっとさん、上流もキャッスルが気に入ったみたいやん。ほな、鶴野さんによろしくな。うちはヘリポートで待ってるさかい。令和の進行で死んだね。マジ？もうそんな時期か。種付けの時期早くね、馬って。マジで。ゲリアさん。
お、鶴の。ずいぶんムードのある場所だな。こんなナイトプール俺行ったことないわ。キャッシュルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。なるほどね。人がいないだけの場所なら蒼天堀にだってある。なんでこの場所を選んだ。理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？ああ。鬼人会の親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。はい。壇上に上がって挨拶をするね。これ章読んでたよね、解散届の。みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは警察に会ってた近江連合解散届や。その時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。まあ幹部にとってはちょっとええみたいな。幹部長を取り日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も確かに何もかもなくすと言われるわけ。言ってしまうと仕事一個なくすもんやからな。何が起きるやら。器ね。その場で家と迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。パワー。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない。あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく。確かに。堂島大吾、真島五郎、西島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだ。伝説級の伝説が全員揃っとるからな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人東条会を裏切った荒川真澄。おお。今近江連合の頭代行、あいつは実は俺らの味方です。そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあの二人。マジでなんか現代社会とガチでリンクしてるよね。巨大化しすぎた近江を一変。なんか最近のアメリカとかである映画みたいな感じだよね。なマーベルとかまさにそうだもんな。その話に。あの女性とか有色人種とか移民問題とか取り上げてるもんね。都知事の浄化作戦で東条会を売り、カムロ町を近江に明け渡した裏切り者です。まあ半分にしたとしてもな。惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ。カムロ町の浄化作戦はいつの話。2年ぐらい前じゃなかったっけ、この当時から行くと。だよね。そんなに前からお前らは解散の根回しを。ええ。そして最後にもう2年越しの作戦。あかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。俺のやるべき仕事の話ってわけか。西谷はまずぶっ飛ばすんでしょ。鬼人会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の極道。つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも鬼人会の得意技は暗殺。暗殺か。登場会の幹部たちも死ぬ。ゾルディック家って感じがするな。結果解散計画は元の木阿弥や。元の木阿弥。なんか龍が如くシリーズって、ことわざとかの勉強もできるな。俺は殺し屋じゃねえ。分かっております。解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけで、あの人さえ出てこなんだら残りの連中は右往の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい。相手は近江連合直参の組長。正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。とりあえず
止まっとけって感じか。表立って鬼人会と敵対するわけにはいきません。まあ確かにそうやな。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。重くない？大したもんだ。桐生ちゃん一人に対する割合重くない？話聞く限りうちが大道寺にくれてやった500億、元は取らせてもらえませんと。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こすさ。何かね。その何か今マジでゾルディック家やん。金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだが、せっかく現地まで来てるんだ、下見はたっぷりできる。なるほどね。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。オーナーってのは？西谷でございます。西谷。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。千里眼。ここからスコープなしてもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくちゃ、隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる、そいつが上流だ。獅子堂のやつも紹介してくれなかったからな。あ、なるほどね。挨拶させる。まあ筋は通ってるよな。実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくなるじゃねえかよ。そう言われましてもね。会長、これはどういうことでっか？キャッスルの中にいる間は俺が神。お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。なるほどな、ここでファイトか。会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことでしょ。問答無用。この場はやるしかねえ。来い。ということで、なぜかファイトです。ここでファイトするの、なんか痛えなあ、マジで痛え。よいしょ。あー、マジか、反応できんかった。犬神ゲーになっております。
そういえばすごいのならカムロジョルホースさせてましたね。歌舞伎町で、あ、また反応的に勝った。よくあるよ。もうなんか1週間に1回はそういう話あるよ、歌舞伎町だと。どうしようかな、これから。これでしまいやない。あ、マジで反応できん。マジか。これずっとスウェイしといた状態じゃないと反応できないかもしれないな。OK。歌舞伎はそういうところです。だってあれじゃ、東宝シネマズのあの屋上から飛び降りて木に引っかかって自殺した人とかもいるからね。あかん。まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。おお、西谷とまさかのファイトか。赤目を急ぎよ。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。会長と会ってあんたに逃げられたと話します。いや、それだったら出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。確かに急展開すぎる。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。あいよー、は早ないですか。一応これやってる声優さんというか俳優さん、ちゃんとした人なんやけどね、一応。なんか五徳シリーズってゲスト俳優の皆さんの扱いちょっと雑いよな。